またちょっと違うような民間にはなるんですが、医療ハビリカをね、まあ、持っているんですけども、こちらの方ですね、これの車なんですが、上の方にサ、ね、サーフボードがついてね、非常によく似合う車なんですが、これはフォルクスワーゲンのトランスポーター。トランスポートは1967年の1月から1979年の1月と長い間発売されていましたけれども、VW ビートルをベースにして1950年誕生したタイプ2と呼ばれるコマーシャルカーシリーズは、このデリバリー場の他にマイクロバスやピックアップ、アンビュランスなどもあり、それらを総合してトランスポーターと称する。で、純粋な商用車であるが、ワンボックス版として日本でも総勢5000台以上が輸入され、乗用車的に愛用された。で、67年登場した曲面の1枚ガラスのウィンドシードを特徴とする2代目モデルは、 CG でも76年に23代目の長期テスト車として採用された。で、クーレー VW の乗用車と同じくリアに置かれて後輪を起動するパワーユニットは、日本仕様の長期テスト車で 1584cc から46馬力、4000回転、10.2m、2600回転を発生するようにする。本国ドイツにはデータ上の 1584cc、50馬力の他、1795cc、68馬力や 1970cc、67馬力、オートマチック版も存在する。で、サスペンションが前がダブルトレーニングアームで、後ろがセミトレーニングアームで前輪独立で、スプリングは前後とも横置きトーションバーなんですね。で、2代目タイプ2は79年にバナゴンと呼ばれる3代目と、まあ、モデル転乗した、車だったんですよ。で、それがまあこのタイプ2とトランスポーター T2 とも呼ばれますかね、この、車です。今でもこれはね、あのたまにこう走ってるの見かけだし、映画とか、ドラマとかでもね、よく海外の映画とかドラマとかでもよくこれ出てますよね。なのでなかなか親しみやすい車で、確か後ろに RR 型のエンジン積んでるんで、ブラララララララってこう独特な音がするんですけど、それがまたいい感じなんですね。で、これにここはほらこういう風にサーフボードをね、でかいでしょこれね、サーフボードをこうやってね、可愛らしい柄でね、こういうサーフボードがこう積んであるんですよ。そういうところがまた本当によく似合う車ですね。で、こういう風になっていて、サーフボードがでけえよっていうツッコミがありますかもしれないですけどね、だいたいサーフボードってだいたいこの大きさの、このぐらいの大きさぐらいなのかな、になります。これがね、ある意味ね、あのトミカぐらいのやつでね、こういうサーフボードね、また作ってほしいなっていうのというのは、大昔トミカでね、あのスキーキャリアセットっていうの、スキーキャリアセットじゃない、スキーキャリアがついたやつがあったんですよ。ホンダ1300のやつでね。で、そういうのがあったんですけども、まあそういうのね、今の時代作ればね、結構人気出てくるんじゃないかなというふうに思うんですけども、まあこういうスキーキャリアとかがついてるミニカーっていうのは、そもそも数がね、まあ他のミニカーとか探してもなかなかないんですよ。なので、まあこういったものがあるっていうのはやっぱり結構な、貴重車にはなるんではないかなという感じでございますね。というわけでどうもありがとうございました。